はい、皆様こんにちは。サウンドラインチャンネルのけんちゃんです。今日はこちらの入荷してきたをご紹介したいと思います。ドン。はい、こちらですね、1968年のフェンダーカスタムテレキャスターになります。はい、スペックはですね、ボディがアルダボディで、メイプルネック、メイプルシファンの、まあ、これハリメイクですね、になります。で、カスタムテレキャスターの特徴としてこのバインディングがついているというところがね、特徴になっております。で、テグのオリジナルでリアピックアップが68年のペンシルデイト入りで、フロントピックアップは、まあ、古いブラックボビンなんですけど、ちょっとオリジナルかどうかは不明です。はい、で、このピックガードは60年代後半の裏側にこうパール柄というか、こうね、あの裏側がこうキラキラなってるピックガードがついてます。で、ポッドもオリジナルなんですけど、コンデンサーとかがですね、あの変わってます。で、ハイパスフィルターもついてですね、結構使いやすい、仕様になってます。で、フレット交換はねされてるので、フレットもまだまだ使えます。はい、で、あとは重量ですね。重量は 3.4 キロで、まあ、割と、一般的なテレキャスターの重量になってます。はい、そんな感じですかね。はい、じゃあ、まあ早速ね、サウンドチェックいきたいと思います。フロントから。してみたんですけれども、まあ、聞いていただいて、ちょっと動画で伝わるかわかんないんですけど、テレキャスターの嫌なこうキンキンさがあんまりなくて、リアでも全然使えそうな感じです。で、まあ、弾いてる感じもすごくね、レスポンスがいいので、うん、やっぱりね、ヴィンテージのこのレスポンス感っていうのはヴィンテージしかないかなと思います。はい。このカスタムテレキャスターはですね、本当に市場にもあんまり出てない個体で、で、すごくレアなものになりますので、皆様ぜひぜひご視聴お問い合わせお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。